もまあ私が脱いだらあんな感じってことね。これを私はですねジブリ座りと呼んでおります。奇跡が起きてる。え、あ違うわ。おはようございます。テーマのタレントさだりさです。爽やかですね。いやいいですね、こんな素敵な庭園があったんですね。はい、もう仕事の合間に打ち合わせと撮影の間にこの撮影ぶっ込むというね。お昼食ってないよ。この2時間で撮影できる、はい、気になるスポットがありました。ある富山城じゃなくて、はい、松川。松川といえば桜有名ですけど、うん、そうですよ、今の時期じゃない、もっと有名なものがある。松川といえば、遊覧船。どうぞ。ちょっと待って、わかんない。富山県民みんな気になってるよ。お花見するとき絶対あるやん。で、それ買ったね、はい、20個ぐらいあったような気がする。あ、結構いるね。その全種類紹介しよう。2時間で富山市の中心街にあるってことは、富山を代表する銅像なわけですよ。行こう。時間ないから。はい。こっち。あ、こっちか。時間ないから。はい、来ました、松川ベリー。桜が綺麗な時はみんなここからこうやって写真撮るんですよ。そう、桜並木がブワーッとあって、はい、まあでも桜なんてね銅像ありきですから。見てください、はい、看板があるんですよ、はい、うん、あ、すごいじゃん。初めて見た、こんな風になってんだね。え、1,2,3,4,5,6 28体いる。こう行く、こう、遠い、すごい銅像いっぱいあるから。めっちゃいっぱいあるじゃん。はい、楽しみですね。楽しみですね。1体目。あ、すごい、お顔が。地球持ってんのかな。タイトルは地球と人間。私はちょっとごめんなさい、バスケットボールぐらいを持ってんのかなと思ったんですけど、あれ地球だとしたら人間がでかいってアート感じます。アート感じます。こんなんが本当に道路の真ん中にある富山。あと27個。本当に桜の時期しか来たことなかったですけど、落ち葉の絨毯みたいな感じになってますよ。2体目。素敵素敵。おお。あ、素敵やわ。春です。桜の時期に確かに見たら、桜の木を眺めてる女性の手元に小鳥が止まって、うららかな瞬間。そうですね、薄ピンク色のワンピース着てる感じがちょっと想像できました。何これ。こういう歴史も感じる場所。明かりが水面に映って綺麗な感じになるんですかね。3体目にして、あー来た、篤姫。こうやって持ってるってことは何だろうね。隠してるけど隠せてなくない。え、出てる、出てます、出てます。あ、これはどう見ても出てます、はい、ちょっとこっちも出てます。出てますね。どういうこと。自分自身を抱いてるんですよ。筋肉質、太ももも結構筋肉ちゃんとある。サラさんより身長高い。筋肉すごいよね。競輪選手並みだよ。抱いてるかと思ったらまさかの手のひら外。再現してるサラさんが。決めポーズなんじゃないの。まあでも3体目にして脱いちゃったっていう。やっぱメイン通りから外れていくと脱いじゃうのかな、はい、あ、ここなら行かろうと。そうそう、見えてきた。わ、今まで銅像だったのにちょっと違う。しっかり全裸。雲、雲。いや、いいですよ。ちょっと小柄な女性なんですね。雲の上に乗ってる感じじゃないですか。あ、なるほど、はい、今この4体見てきて思ったのが、誰一人として暗いイメージじゃないんですよ。みんな上を見て明るい印象なのがいい。はい、じゃあ次行きましょう。手どうなってんの。これで支えてんの、自分の体。え、手こっち。街中ですね。私たちの動画街中来てないからすごいよ。コメントに困りそうなやつ。いやいやいや、川の神様ですね。千と千尋の神隠しにハクいたじゃないですか、うん、ハクこういう感じの神様じゃなかったですか。赤トンボが先っぽに止まってる。エンデュー。何、エンデューかな。まさかの川の主ではありませんでした。電気ビルディング、でかくない。大きい。この人だっけ、なんかお庭をお持ち。これはダッチューのですか。私はちょっとゴルフの構えに見えましたね。あ、そうか、年若き女。あの、私の父親がですね、はい、鏡に向かって全裸で、はい、このゴルフのフォームをね、はい、見てる時の感じにそっくりです。あー、なるほど、はい、ちょっと場所間違えたかな。ちょっと目の前みんなに見られちゃうよ。ちゃんとウォーキングコースになってるやん。すごい。だから銅像あるとこじゃん、ちょうど。あ、本当よ。 A コース25分で回れるやん。お散歩感覚で歩ける距離じゃなかったってことですね。もうウォーキングです、これは。ウォーキング。途中こうやってトイレとかもあるんやったら、あー、もうウォーキングしやすい。変わったのあるよ。変わったカメ。親子ザメ。元タケ。玄武。玄武？カメじゃなくて玄武という生物ってことですか。ファイナルファンタジーとかドラクエに出てくるようなそういうやつやった気する。女性以外にも見れるものがあるっていいですね。あー、俺は女性を見たい。そろそろ女性。女性。くそー。いいねー。目を閉じた時。よくわかる。最後の一枚脱ごうとしてるんじゃない。普通最後パンツだよ。下から脱ぐタイプの女性。下から全部脱ぐ。服を脱ぐタイミングの目を閉じた時が美しいと思ったんじゃない。あ、ほじり。この肉質を出すのがすごいですね。ちょっと私に似てません。でもまあ私が脱いだらあんな感じってことですね。あんなスタイルいいです。おい、失礼だぞ。はい、すぐ、はい、ワイシャツの女。
ワイシャツの女の子。なぜ裸？なぜ裸なんですか？やっぱ男性の理想なんですかね、あの裸に俺のシャツ1枚っていうのは。それお風呂前。違います、あのワイシャツ1枚でご飯とりあえず作ろっかぐらいの感じですよね。起きたらこんなんしてる。そうですそうです。こうやって楽しめるわけですよ、銅像は。いろいろ私の実体験ではないですからね、別に。夜も歩きやすい。桜が咲いてる時もライトアップすごいですからね。すごいの見えてきたよ。やばい、人魚さん。なんか全然違うのってきたね。何これ、主従。わからん、どういうポーズ。打ち上げられた。よくわからん。でもすごい素敵。市役所のすぐ目の前ですし。次見えてきましたよ、メインにいるよ。メインメイン。ほら、めぐみ。気づいてない鳩のこと。主人公級の雰囲気はありますよね。トゥモロー歌い出しそうな感じありますよね。そうやな、トゥモローでしょ。市役所にも銅像あるよ。市役所いっぱいあるよ。めっちゃ綺麗な銅像じゃない。まだまだいっぱいあるよ。こっからね、バンバン出てくる。本当。いろんな桜の名所あるけど、全国の中の桜の名所に含まれてるのが松川と高岡の2カ所だけ。すごい。こんなところにいるのがこの子です。紫の影。これを私はですね、ジブリ座りと呼んでおります。主人公の女の子こういう感じで座るよ。ただなぜ乳出しとる。なぜ来てくれ。帽子はかぶっとるのに。帽子はほんまや。頭隠して乳隠さ ず。これは難しいよ。県庁の目の前ですね。あー難しい。大地からの遠投。どういうこと、どういうこと。タイトルそのままじゃない。アイスの棒4つ。アイス、あ、本当だ、4つ。建造物建てる前の杭の話でしょ。アート分かんない人が見ても楽しめるのは女性の体ということでしょうか。むずい系。むずい。しかも英語だよ。キーストーン82。8月2日生まれの私からしてみたら。おー、そうなん。おめでとう。ありがとうございます。サナさんにはキーストーン送ってください。すぐすぐじゃん。休ませてくれ。すごい。あ、通り抜けて、いいですね。でかいね。満ゼロ。アメージング富山みたいな感じでこういうのありますね。サナさん後ろから。かわいい。切り取った感じがありますよね、うん、からのからの、もう、うわ、ほんまや。近、なんじゃこれ。針葉樹のように。針葉樹のようにツンツンの何かということです。その何かはわからん。針葉樹のように生きてほしいということですかね。皆さんがどういうふうに感じたかも気になるね、うん、あそこに北日本新聞の本社があります。いいですね。タイトル、伸びる。伸びよん。でも伸びるようには見えないね。さっきの針葉樹のようにの方が伸びてる。伸びてるね。こいつはまだまだ伸びるよって。こんな形だけどね。急にこっち側さ、女性の銅像なくなったね。もう全然いきなりなくなった。急に車も少なくなった。あ、また帽子かぶっとる。え、服着てますよね。服着てる。キャラフォアスタイルやん。これが対話。あ、本当だ、オウムっぽい。この椅子も含めて作品なんだ。椅子に座らせなかったところがすごいですね。ちょっと底上げしたところに座ってるという。乳首あると変わってくんのかな。じゃあ、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 奇跡が起きてる。え、あ、違うわ。誰かつけたんだ。びっくりした。で、しかも新しい緑印。ちょうど目の前、コッペっていうおしゃれなカフェなんですよね、うん、コーヒー屋さん。これ恥じらいもなんもないですね。そうですね、もう堂々としてらっしゃる、うん、あー来た。あー、おー、いいじゃん。わかめちゃんみたいなパンツ。お尻がパンツでもないよ。パンツ履いてないやん。パンツ履いてないよ。本番ですか。ドレスですよねこれきっと。そうや、乳首ないもん。でもドレス着るとき大体パンツとかブラジャーとかつけない人多いですから。彼女は何も間違ってない。香る風、わからん。風をね感じてる。折り返し、さあ来ました。あ、めちゃくちゃまとも。これ素敵じゃん。なんて書いてある。希望。ジブに出てくる女の子って感じは、うん、北陸坂ですね。絶対裸足なんやね、こういうの、うん、靴とかってあんま履かせないんだね、うん、なんか教えてください、コメント欄で。なぜ全裸が多いのか、なぜペンダントをつけてるのか、なぜ裸足なのか、なぜ松川にあるのか。これこの子のためのライトがある、ね、いいじゃん。流れ見てくださいと言わんばかりにライトまでつけてね。服着てるけど、まあフォルムはわかるよね。皆さん結構スタイル良い。え、何何、キタキツネと子供。また変わった作品ですね、うん、綺麗じゃない。これは美しい。大胆に撮る。これはあれでしょ、さっきのシャツからの流れと同じでしょ。緑のアプローチ。今までの銅像の中で一番乳首しっかりしてますね。乳輪はあんま表現できないんか。パーカーが出てきてる時点で結構最近じゃないですか。パーカーなんか。パーカーだよ。相手の男性が着てたんでしょうね。下着をつけてシャツ1枚着てのパーカーのはずなんですけど、あえてそれを着てくるということはエロでしかない。あ、いいですね。ヒマラヤの少女。すごい凛々しいよ。ほんまや。これでもかっていうぐらい深く掘ってますからね、目のところ。目力あるね。はい。あ、いいんじゃない。もうゴール近い。来た。あれ、白鷺いる。白鷺なんかどうでもいい。目の前にある。あ、どうぞ。二人。二人。二人いるんやとしたら足が一本ずつなのはめちゃめちゃ怖い。怖い系だよ。二人は皆さんコメントで解釈ください。いや、今まで銅像だったのに石移動ナンバーワン。ゼロ。見た目ゼロやのにさ、はい、ナンバーワンって書いてるよね。だからナンバーワンじゃないよね。え、残り一個？残り一個。あ、違うわ。終わりだ。ゼロで終わりだ。ラストのテンションじゃなかった。いやー、よかった。
かったよかった。ナンバーワン決めていいですか。ダルルルルダン、めぐみちゃんです。イエーイ。めぐみちゃんだけちょっと他の女性たちと違う雰囲気ありましたので、すごいいい秋のお散歩にちょうどよかったです。だから今度からは松川で、もっと皆さんも銅像に注目してくださいよ。手味を見た後に松川の銅像ですよ、はい、ぜひそのコースで楽しんでください、はい、一個ね、佐田さんにそっくりな全裸の女性あった。そうだった。それと記念写真して、はい、ツイッターに上げてください。脱いだ佐田さんに会えたよと、はい、この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。それではありがとうございました。これ何、カラス飼ってんの。見に行きましょう。ニーナ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 、映していいのか。実は富山市はカラスの苦情がすごいので、これカラスホイホイです。怖い。入ったら出れなくなるの。市役所とかにカラスめっちゃ止まって、糞がすごかったよね。おお、カラス入るか、入る、入りそう。入ったら出てこれんぞお前。